博多塩業大三島工場博多の塩は愛媛県松山市の博多塩業が1973年から製造・販売している塩。嵐塩、焼き塩の2種類がある。通常特に断りがない場合は嵐塩を指す。姉妹品としてはフルールドセル、ローストソルトがある。1971年4月に成立した炎業近代化臨時措置法により、 従来日本で行われていた、硫化式塩田製法が全廃され、イオン交換膜製塩への切り替えが起こり、製塩業は化学工業化された。1806年から続いていた、博多島の塩田も1971年12月に廃止となり、松山市でこれに疑問を持った菅本富士子、西本智康らによって自然上存続運動が起こる。菅本らが、 塩田製塩の存続を訴え、5万人の署名を集めて関係各省へ訴えた結果、1973年、日本専売公社は、メキシコ・オーストラリアから輸入される展示使い塩を用いることなどを条件として、塩田製法を用いた塩の販売が認可され、博多の塩が生まれた。塩専売法は1997年に廃止され、日本においても、 海水からの塩の直接採取が認められるようになったが、博多の塩にはメキシコのゲレロネグロ、オーストラリアのプライスのものが用いられている。博多の塩は太陽熱で蒸発結晶させたゲレロネグロあるいはプライスから輸入した海塩を日本の海水で再誘拐して作られている。商品名である博多島の工場のほか、大三島、明浜町で製造が行われており、 博多園業では、商品名について、博多の塩は、博多で作られた塩という意味ではなく、博多の塩田を復活させたいという当時の消費者運動の思想から生まれたものと説明している。2004年7月21日に博多焼き塩について、メキシコ産の天日塩を博多島周辺の海水に溶かして加工していたのにも、かかわらず、容器に苦りを程よく残した。 博多の塩を焼いたと表記していたことに対して、厚生取引委員会が、景品表示法の有料誤人の恐れがあるとして、博多遠行に改善を求める警告を出した。2003年9月24日に放送された、バラエティ番組、トリビアの泉、素晴らしき無駄知識において、博多の塩の原料は、メキシコ産であることが取り上げられ、番組の終わりに、 博多の塩はメキシコ生まれの博多育ちと説明された。これについて博多園業は番組では商品の歴史や言われを知った上でこの表現を用いており会社として国産品との意識が今まで薄かったことやジャス法上は国産品で農林水産省のガイドラインや法律に従って表記しているが番組では 時間が短く誤解や疑問を消費者に与えた器具があることなどを表明した。なお、番組は放送内容を書籍化しているがこのトリビアは収録されていない。1 0 0ムあたりの使用成分を一家に記す。本品を製造、販売する博多塩業大見島工場と同じ今治市にある島並製菓が100%博多の塩を使った博多の塩飴を製造している。 1987年より CM で使用されている、は、か、た、の、しお、のサウンドロゴが親しまれている。1996年から7年間ほどは演歌歌手の高木康夫が CM に出演し、サウンドロゴも高城の歌うものに差し替えられた。高木の持ち歌、男流にはこのフレーズが使用されている。高木は2013年に、 森田和義アワー笑っていいともに出演し、この歌を披露している。2019年5月、博多演行は、ウェブ広告限定でこのフレーズを歌う声優の募集を、ツイッターで開始した。担当者は、取材に対し、ツイッターのフォロワーを増やすために考えた企画、誰が歌っているのか、社内でもわかる人がいないとコメントしている。その後、 博多の塩公式ツイッターあてに作曲家の浦田博信がサウンドロゴ作曲が浦田であること歌っているのが音楽家の塩谷信弘であると名乗り出たが博多演業はわからないままとしているのはスコアやマスターテープのような証拠がないためかもしれないと浦田は考えている2019年9月17日に結果発表がなされ2639件の応募の中から南歌のと 梅田新之助のボーカルユニットのバンブラが選ばれた。ありがとうございます。